はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダー X のデラックスときめきクライシスガシャットです。もはやおなじみになりましたね、仮面ライダーポッピーの変身するためのガシャットですね、うん、はい。ただですね、残念ながらバグルドライバーツバイがゲットできませんでしたので今回、あ、なので、まあ、うん、ガシャットを使って普通のバグルドライバーとか、ゲーマードライバーで音声を切ってみたいと思います、うん、じゃあ早速開けていきましょう。はいはい、こちらがときめきクライシスガシャットですね。はい、表がピンクで裏が白になってます、はい、でちょっとねラメ入ってますね。うん、絵柄はこんな感じです。ラメもわかるかな。わかるね、うん、はい、では絶縁シート取ってください。はい、はい、じゃあ聞いてみましょう。うん、ときめきクライシス。ああ、これはね全バージョンだって。あ、全と悪と2つあるみたい。あ、そうなんだ。うん、もう一回押してもらっていいですか。はい、ときめきクライ。最初こっちだったよね。うん、あー、なるほどね。悪になってる。うん、で、もう一回押すとまた善かな。うん、あ、ほんとだ。なるほど、うん、はい、では先ほども言いました通りツバイがゲットできませんでしたので普通のバグルドライバーでいってみましょう。はい、でこれか、うん、一応合ってるね、うん、一応合ってる。合ってた。でもすごい違和感がめちゃくちゃあるけど、違和感あります、うん、でも大丈夫だった。とりあえず、うん、返信は聞けましたね。はい、続いてゲーマードライバーでいってみましょう。はい、ちゃんとポッピーの声で言うんだ。本当だ。いいねこれ。確かに。じゃあレベル2。はい。お。ちゃんと恋愛ゲームっぽい歌になってた。うん。面白い。うん。じゃあ続いては決め技スロット。はい。あれピヨっちゃったけど。え、ときめきクリティカルピヨッターだって。あ、これ、え、ときめきクリティカルストライク。あ、ランダムで出るんだ。なるほどね、うん、ランダムだったのね。あら、びっくりしちゃった今。あ続いてガシャコンブレイカー。会心のピオリだって。ピオリなんだ。ちなみにもう一回やってみていい？はい。ときめきクリティカルフィリッシュ。一緒か。会心の一発。お、ピオリじゃなくて一発になった。そういう意味なんだ。ここもランダム出てるんだ。そうだね。うん、はい、それではですね、久しぶりに変身対決をやっていきたいと思うんですけれども、はい、これ善と悪あるので、うんうん、どちらか選びましょうか。どうする？悪。悪、はい、じゃあパパは善だ、はい、かなりプリッチーな方だねパパはね、うん、じゃあやっていきましょう。はい、パピプペペナルティ退場変身
特に何もやんなかったけど大丈夫ですか、エジ君？大丈夫です。全然カッコつけも何もしなかったけど大丈夫です。変身対決なんですけど、エジ君、大丈夫です。大丈夫ですか、今まで、うん、はい、わかりました。じゃあ今度はパパは可愛い子ちゃんでいきます。はい、変身。ということで今回のですね、変身対決どちらが良かったでしょうか。はい、かっこよかった方じゃない、もう良かった方にする。だってパパもう今年40歳なんだもん。40歳なのにこんなことしたんだよ。どっちが良かったか分かるよね、みんな。ということでこちらの方にアンケート用意してますので、ぜひ、はい、皆さんアンケートどしどし入れてください。はい、はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスときめきクライシスガシャットでした。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価お願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。